はい、おはようございます。しんのすけでございます。今回関西のとあるお店にお邪魔してますね。しばらくね、ちょっと続けていきたいな。まあちょっと告知の方はできませんけれども、ぜひとも探し当ててね、遊びに来てほしいと思います。すごく9っていう日付を大切にしてる昔ながらのお店でございますね。昔ながらっていうか、昔から9の日付っていうのをすごく大事にしているところで、私の番号がなんと125人抽選中の99番という、これまた9ということは、もうこれ末尾9行こうじゃないかと。番長3であったり、サラリーマン番長2であったり、吉宗であったりの大統領騎士は全埋まりしてたんですけれども、エウレカ3の方が末尾9空いてございましたんで、俺たちのエウレカ打っていきたいと思います。これでね、2回目3回目なのかな、しんのすけチャンネル上は。はい、あれですね、あのハイエボモードでしたっけ、正式名称覚えてないですけど、そんな名前のやつね、ニルバーシュのバージョン3ですよね。最後のそのエウレカのアニメの中でクライマックスに流れる、あの白く銀色に光り輝くニルバーシュのあのタイプ3だっけ、ちょっと忘れんだよね本当ね。まあとにかく最終究極形態にあそこまで持っていきたいなっていうふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、いう感じで俺たちのエウレカ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。力、これ松尾九来たろ、いいぜ。なになに、これもういいんだよね、これでね、これでいいんだよね。オッケー、腰いった、ナイスイ。はい、じゃあ打っていきたいと思います。オッケー、本格ドライブの確認を行い、最初はポイント広角入るんだよな。ああ、375の120、エウレカ3は今年2020年の冒頭に出た台なんですけども、いろんな媒体でその年度代表パチスロ、今年の一番優秀最優秀パチスロを決めようよみたいな企画があるんですけども、エウレカ3稼働に反比例して非常にどこの媒体も高評価なんですよね。そんだけ高評価つけんだったら打てよっていう話でもあるんですけれども、だからそのゲーム性の部分っていうところは6号機としてすごく評価されているところが大きくて、まあ実際僕も初打ちだいぶ遅かったですけど、打ってみて、ああよく作られてんなというか、ああ叩きどころがすごいあるんだろうなっていうのがすごくひしと感じられる、そんな台ですよね、エウレカ3。だね、はい、スイカが50分の1から59分の1って話なん で、 で弱いレア役弱チェリー弱スイカを引くと 25% でこのカウントがアップするポイントの特化ゾーンに入るっていう話ですね。でポイントを到達するとまあ、ボーナス抽選が行われて、でその何周目かによって、あと設定によって、その期待度が変化していくっていう。まあ、弱いね、25% させないね。で、広角、夕方背景広角なんですけど、広角中はレア役引かなくてもあのポイント特化ゾーンのチャンスがある。はい、逆襲2回目。
からの、さあレア役がこぼれ始めましたよ。追加3回目おい、はい、弱勢3回目144ゲームで3の3からの、これはいくでしょう、ポイントアップ、カウントチャンスか。はい、セーフ、うまい。ジャクチェは終了&もう一発カウントチャンス。チャンス、あー下手だな。おー、どうした。あ、そっか、一周決めってことか。ファーストサイクル一周決めで 20% から 28% ぐらい確か。これがチャンスね。勝つんじゃね、これ勝つんじゃね。 VC10 はエールが2だったらまあ勝つよね。力、これ待つべき、来たろ来たろ、これ。はい、投資が5本184ゲーム1周決め、ツモ、はい、なんと弱者が200ゲームで5回目これはあるんじゃないんですか。どうですか、いくぞー。で確か高設定の方がビッグに昇格しやすいんだよな。いや、ちょっと無理だ、無理やって、無理やって、いやいや無理やって。はい、正解なし。ああまだ有力感始まんねえな。俺に任せる。ああ始まっちゃった。そうか、これか、バケばっかで増えないっていうのが嫌で人気が落ちてったんだな。さては、
さあ一周決めチャンス目、チャンス目っぽかったね、出目が違うもん、こう押してたから89179。もなんか悪くなさそうな感じが何でもかんでも良さそうに感じる。どうなの、ああ弱そう、いやダメだね、これは厳しい。弱者の確率は悪くないよな。これはいったかな。何これもいいんだよね、これでね、これでいいんだよね。弱者が50分の1から60分の1ぐらい、弱水化が50分の1。もう一発クラッシュ入れとくか。はい、3周決め入りました。で3周決めが面白いね、奇数設定の方が当たりやすい。面白いね、怖いの解消して。チャールズからの、あれミルバーシモード行ってほしかったな。あージエンドか。おっと赤文字になりましたよ。いいね。でもちょっと待って、6だと21点、まあな、5分の1は刺さないといけない数字でもあるからね。まあいいわ、312ゲーム、都合10本ですね、1万円。勝負、二択だな。今左じゃないよね、いいんだよ。下手すぎねえか。まあな、中途半端に当たるよりはいいだろうなあ。お、ワンチャンあるぜ、ワンチャンあるぜ。
しい。はい、追加が8回目で2周期目、2周期目は高設定かつ偶数設定の方が当たりやすい。6で 30% かな。で2回目の2周期目なんで、まあ、当たってくれてもいいよ。もう少し時間をくれ。緊急臨時ニュースをお伝えします。こりゃひでえな。はい、追加が9回目、非常にね、弱レア役。おっ、これ303モードですね。303ジェンチョ、まあ、そうカリカリするな。かっこいいね。ニュースを、まあ、そうカリカリするニュースをお伝えします。さあ勝負、303 vs ジャベリンヘッド、もらったでしょう。これで3回目の初当たりになるんですけど、1周期目、2周期目、3周期目それぞれで当たってます。はい、150。外した。当たったと思ったのに、くー、いやー参った。これちょっと奇数っぽくなってきた。まだ総計マジか。 5? 出た 5? ランド君の色だって。これチェリーだな。その前の出目が2連7からリプレイの小 V だったんですよ。その時にフラッシュしてって思って、あの出目が結局何かだよね、うん、あの出目が何か。とりあえず投手は15本で175ゲーム、コーラリアンモード。後で調べよう。行こう。ちょっと待って、直撃、直撃。オープニングでタイプ3とか言ってましたけど、スペック3モードですね。で、一応通常時の AT レベル下で LFO の、あのスピアヘッドが出てたんで、ワンチャン AT レベル3以上が期待できる。よし、赤文字来たぜ。クラッシュ、とにかくクラッシュ、クラッシュ、クラッシュ。しょぼくね、しょぼくね。しょぼくね、しょぼくね。
あーかんあかん、ナイスナイス。確か体勢に応じてあれだよな、激アどうのこうのが変わるんだよな。現実的なのはネクストバトルの文字が赤文字なら熱いんだけど基本緑だと思ってるから、今 67%、違う67、33%、 もう一声欲しい。やっぱ50体は撃破したいね。50体は撃破したい。なにもうやだ、もうなら、おいち、いち、まあええわ、まあええわ、いいわ、いいわ。あの画面が暗くならなきゃいいんだな。これがダメだ、これが危ない。ナイスセクシー。あ、いいよ。オッケー、50いった、ナイスセイ、ナイスセイ、おいちょー、オッケー、ノーノー、お前お前、よーし、うらー、ナイスですー、サンキュー、ラスト1、ガッ、サンキュー。やっば、俺これ初めてやった、簡単やったね、オッケー、やば、これ超面白いじゃん。知ってた知ってた、お前やった方がいいって、これめっちゃ面白いよ、めっちゃ面白い。ああ、何この達成感、やば、何これ、みんなこんな楽しいことやってたの。イエス、イエー、暑い。あれ ?4% か。38% なら十分だよね。うわ、バスクド来たか。バスクドはきついな。あれ、お、デビルフィッシュ出てるよ、デビルフィッシュ出動してるよ。マジ？ああそうだね、サンボルさん出てんだからそう終わるわけないよね。
来たじゃん、エアリアルチョイス来たじゃんね。もう簡単だよ、くぞー。まあもうミルバーシュを走らせないんだから、そんな簡単なことないわ。いまいち、いまいちクラッシュが足んねえ。よし、今ちょっとひねったよ、クラッシュひねったよ。ああ、いいね。ちょっと今、魂が足んねえ。はい、してるぜ、セクシー。はい、してるぜ。あー、いいね、今の間最高だったね。危ない、サンキュー、オッケー、レッツゴー。お前大丈夫だ、大丈夫、オッケー、レッツゴー。ふぅー、やるー、はい、いい。これはちょっと俺の代だったな、今めっちゃ面白いやんけ、めっちゃ面白いね、これね、これめっちゃ面白いよ。音楽失礼しますよ。今1000ゲーム、1000ゲームでジャクチェが、17回、29% 勝負。どっち？さあ、3回目決めればスペック3でいいの。もうリース、ほらほら、あと1個でいいんだろ、これでスペック3モードだろ、多分。欲しいのはもうレア役しかないよね。エアリアルチャンス入れば俺のもんなんで。熱いな、これは熱いな。若文字だぜ、来てるぜ。あおりが弱い。あおりが弱いね。あー、いい音。さあ、来ました、いくぞ。いいぜ、あーセクシー、はい、してるぜ、はい、ラビュー、よいしょ、セクシー。さあ、この辺からひねるよ、
ひねりを入れていくよ。危ない、ちょっとやめて。51って何パーだ、一応そういうのを見ていこうな。51は44パーだね。44パー。なに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 、お、どうした、うん、あ、ダメだったの、ダメだったのかな、ダメだったんだね、あ、ダメだったんだね。すべてが初めてでキラキラ輝いてる。もう、なるほど。なるほど。どうしたのとか言って。お前らこの神聖な気持ち忘らんなよ。いいか。いや楽しいね。なるほど。ARチョイス引いた時点で減算ストップすして続けば続くだけ出玉増えるしっていうこっちゃね。おお、いいね。めっちゃだからこの AT30 ゲームでレア役引くこと大事じゃんね。熱い、これはもうもう激アツだよね。サイさん、ここからいかがいたしましょう。あー、白文字だね、白文字だ。どうしたの、ニルバッシュ、どうしたの、どうした、お、あー、なるほど。わー、無理だろうね、パシっていうのかな。おこれさ、プッシュしてさ、ここに振動が伝わった時の快感は筆舌に尽くしがたいよね。あー、なるほどですね。あれ、どうしたの。エアリアルチャンスプラス1ってあんな。お、なんだお前、よくできてんじゃねえかよ、おい、ウレカ3。2020年を代表していいぞ、もうこうなったら。いいか、次ちょっとあれだな、ここは成功したら本当代表していいぞ、2020年を。もういいぞ、エウレカ代表していいぞ、2020年のパチスロを代表していいぞ。よし、さあ行くぜ。おい、続くんじゃん、こんなお得なことある、さっきのところから続いてるんですけど。ああ、こんな簡単だな、こんなの決めなきゃダメだよ。オッケー、ちょっとごめん、本気出すわ、ちょ本気出すわ、ここ決めなきゃダメだわ。オッケー、お前、お前、ちょっ、おい、ちょっとやめて、このエースやめて。まあまあええわ、まあまあええわ、まあええわ、あと5か。これは火しびれるね。あと5か。あー、すっげえなんかスポーツしてる感じ。っていうかさ、今思うんだけど、これ前回
チャンネルでエウレカ3打った時、俺全然エウレカ3のことやってなかったね。全然違うところで盛り上がってたじゃん。なんか 20% を指してこそパチスロとか言ってたよね俺ね。いや違うよね、エウレカ3はエアリアルチャンスやってこそだね。うん、やってこそだね。うん、もうリーチやろこれ、リーチやろこれ。これはちょっと絶対にリプレイは引かないレバウンドな。これリプレイはだいたいどのパチスロもおおむね7分の1なんだよ。ってことは裏を返すと7分の6を引けばもう通せるわけね。7分の6って言ったら通せるよね。さすがに行くわ、これはさすがに、さすがに、あ、行った行った行った、オッケー、これさすがに行くわ、あ、さすがに行くわ、あ、あ、いやーパスポーツしてるわ、あ、うぅ、さあ、新之助人生初のスペック3をかけたボーナスでございます。何この画面、ちょっとアップしてよこれ、もう社交心の塊じゃんこれね、ひどいね。継続ゲーム数は1セット10ゲーム、1ゲームあたり純増 4.5 枚。なるほど、アイキャンフライのロゴ獲得で継続濃厚、10セット目開始時に行われるデイズ抽選に当選すると、10セット目以降は10セット目が勝負だね。さあスペック3ですね。